先週は原発の安全性と電力の安定供給という、まあ、これがそのどう両立するかという問題をですね議論したのですが、その後政府はですね原発の再稼働の判断をその、まあ、欧米で行われているストレスチェックテストっていうんですかをもとに2段階で評価を行うということで一応統一見解を出したんですね。で統一見解を出したということはその前にですね海江田経産大臣がですね、うん、ちょっと違う発言をしたりですね、つまり政府の足並みがこう乱れてたんですが、まあ、そこをなんとかこうこの方針でですね統一したということなんですが、ただ非常に気になっているのがですねこういうその原発安全性とか電力の問題でもですね具体的な情報とか、まあ、つまり国民が考えられるようなですね具体的な情報とか政府がこういうことをきちっとやるんだということがなかなか伝わってこないんですね。でなんとなく曖昧なままですね事実だけが進んでいると。でこのままだったらですね原発安全性とか電力供給の問題がどう解決すればいいかっていう議論とかなんかで答えを出せないままですね来年の5月にはですね原発全国で54基あるんですが全部ストップしてしまうんじゃないかと、まあ、そういうふうなことまで言われているわけですね。それがまさに電力危機が起こるんじゃないかっていう今議論になってきてるんですが、で今週と来週はですねこの問題をきちっとですね、まあ、冷静に考えてみたいということで2人のゲストをですねスタジオに来ていただいてます。大和総研の首席研究員の鈴木仁さんとですね国立環境研究所主任研究員の藤野純一さんです。鈴木さん、藤野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で現実的に今54基あるうちですね今点検中とかですねトラブルもあるのもあってですね今17基ですか19かな、うん、17ですよね、はい、しかないわけですよね。でそれが今度またどんどん点検に入ってしまうと、うん、で今原発っていうのはその日本の電力の供給で3割ぐらい占めてますので、うん、まあ少なくてもこういう問題が全部なくなっちゃうと大変な事態になるということはその数字上でも計算そう思えるんですが、さてこういう問題をですね早速ですけど藤野さんと鈴木さんはどういうふうに思ってるかと、まあ、政府の今こういうふうな問題の進め方と電力危機っていうことが本当に起こるのかってことでちょっと初めに結論から聞くっていう状況になるんですが、どんなふうに思ってますか。藤野さんからどうでしょうか。はい、データの出方っていうのが一方的すぎてですね、うん、足りるという人もいれば、うん、足りないという人もいる、うん、で政府は突然足りると言ってみたりする、うん、で一方で経済省のデータを見ると足りないと言ってる、うん、そういったその混乱の中で、うん、どういうふうに判断したらいいかっていうのは、うん、本当に国民も困ってると思います、うん、でそんな中でそのじゃあどういうふうに、まず共通となるデータ自体を政府がきちんと出す必要があるというのと、それの読み方についても共通の見解はある程度揃えておかないとですね、同じデータ見ても足りると思う人もいれば足りないと思う人もいますから、はい、そこの見方整理しないといけないなと思ってます、うん、ただなんとなくさっきの3割なくなるとね、はい、かなり厳しくなりませんか。正直かなり厳しくなると思います、うんうん、例えば自家発とかですね、うん、またはその、共同火力ですね、こちらの方を含めてやれば足りるっていう方もいますね、うん、だけどそれ確かにボリュームで全部足し合わせたら、うん、足りるかもしれない、うん、だけどもそれがちゃんときちんと系統につながるかどうかっていう、うん、一機一機が系統につながるかどうかだったりとか、うんうん、今稼働率それぞれでそれほど動いてないものがちゃんと80とか 100% で動かし続けられるんだろうかとか、うん、そういう想定も含めていくとですね、うん、場合によって変わってくるんですね、うん、それの見方揃えないと、うん、足りる足りないって分かんないですね。なるほど。大和総研はこの前きちっとした シナリオをですねシナリオシミュレーションを出してたんですが、はい、まあ、この電力危機がその、まあ、今 その原発の安全性でこう今不透明になってるんですがね、はい、その中であるのかっていうことだけではそのどういうふうな結論だったんでしょうか。鈴木さん、その不足の定義っていうか、うん、電力危機って何なのかっていうことだと思うんですが、はい、藤野さんおっしゃったようにデータがまずないとよくわからないっていうことなんですけれども、うん、その火力発電一つにしてもですね、稼働率を一体どこまで上げられるのかっていう想定によってですね、供給力って全然変わってきてしまうわけですね、うんうん、それからこれ非常に地域差が大きい問題だっていうことですので、電力事業者間でですねどれぐらい融通ができるのか、これは技術的に
まあ、実際線があってもですね、技術的に安定的にどれぐらいできるのかっていうのは実は、うん、十分な情報がなくてですね、うん、まあ、こういったところで供給側でかなりばらつきが見通しとしてあるんだと思います、うん、それから需要側で、私、まあ、とってもこう不思議だと思うのは、うん、何か電力料金が上がるのは負担だけれども、うん、節電は負担じゃないという、うん、雰囲気があってですね、うん、でこれはしかし節電とかさらに、まあ、ピークシフトですよね、うん、生産のピークシフトってこれいろんな、うん、コストをかけてやらないといけないですし、うん、まあ、経済にいろんなストレスを与えるんですよね、うん、実際需要側でどういう対応が一体できるのか、うん、我々はその需要をとりあえずは一定として、うん、まあ、厳しめに影響を見たんですけれども、うん、需要側で対応ができるっていうふうに前提してしまうと、うん、まあ、危機は起こらないっていうような書き方にもなってですね、うんうん、そこがやっぱりあの需要と供給両方から議論する必要があると思いますね、うんうん、はい、わかりました。あの実は私たちのね、その現代の PO でもですね、この問題をかなり議論してまして、この前先日ですね、あの日本のエネルギー政策で非常に代表的な論者であるあの地球環境産業技術研究機構の山地健二さんっていう研究所長さんとですね、東北大の飛鳥樹泉さんと京都大学 の、 あの松下和夫さんですか、3人でこう議論してみたんですね。ただその議論でもですね、やっぱり意見が分かれちゃうわけですよ、見方がですね、うん、なんで分かれるんだろうと思って、ちょっとそこをちょっと議論したいので、ちょっとそこ の、 あの議論の要約のポイントだけね、ちょっと聞いてみたいと思います。まあ、今まではですね、要するに東京電力、まあ、東北電力は需要そのものがかなり失われてるんで、まあ、東京電力一社の問題かと思ったんですけどね、いろんな企業が東から西へ移動したりしてる。でしかし今度のやつのように定権に入ったらもう立ち上がれないということになると、まあ、よく言われてるように来年の多分5月の末ぐらいまでに全部止まっちゃうことになりますよね。そうすると多分来年の夏ですよね、一番厳しいの。そうするともう全国、日本全国で電力不足が起こる、うん、そうすると多分企業、しかもですね、そういうことは石油、石炭、天然ガスという火力発電所を動かさざるを得ないわけですから、うん、現状では、うん、まず値段が上がりますよね、うん、それから供給不安定さがあって信頼度が落ちますよね、うんうん、そういう中で私家庭もあるんだけど、産業がむしろ東から西へ逃げていった産業が今度は日本の中から外へ逃げていくんじゃないか、それが一番心配ですね。原発が、まあ、止まった時に電力がどういうふうになるかということなんですけれど、その物理的にはあの電気は来ることになると思うんですね。というのは、まあ、あの物理的にというのはその設備容量というものでは、火力発電所がありますし、まあ、今まで計算していなかった揚水発電所なり、まあ、自家発電もあると。でプラス、まあ、省エネが 10% 15% いけば、少なくとも、夏場のそうですね、数日を除いて供給は問題ないのかなとは思います。でそういうような議論というのは最近、まあ、の確かアイラという雑誌にもそういうことが載ってましたし、ですがやはりその時にじゃあどう経済的なインパクトが国民、国民もいろんな人がいますので、家庭なり、まあ、企業に影響を与えるかということになると思います、うん。で家庭に関しては、まあ、いくつか計算があるんですが、一番高いところだと1000円ぐらい、まあ、1ヶ月の平均、家庭だと大体6000円ぐらい、電気代があるんですけれど、その1000円ぐらい上がるという計算をしています。ですがもうちょっと低いその数字はおかしいという計算もありまして、100円ぐらいじゃないかというような計算もあります。だからそこは、どういうふうにこれからその計算の前提がどうなっているかとかですね、そこら辺をクリアにしなきゃいけないのかなと思います。まあ、来年の後はだから最悪全然動いてないって状態ですよね、うん、でそうするとね、まあ、飛鳥さんは楽観的に言ったけど、僕はあのキロワットね、設備容量的にもバランス取れないと思いますね、うん、だいたいあのギリギリあればいいってもんじゃないんですよ、あの電力供給力って。だいたい予備率持ってて、まあ、それも 8% ぐらい持ってるのが健全なんで、うん、今頃なんかぴったしあったからなんか間に合うみたいに言ってるのは、うん、あのつまり故障するんですよね、やっぱり、うん、で火力発電所って今まであんまり長い間動かしてない火力を今から動かしますから、うん、ある程度の故障、まあ、これ現実にあの、うん、関西電力だったかな、姫路の方でも起きましたけど、うん、ああいう故障ってのはやっぱり常に勘案して、うん、それで供給力維持してるわけですよ、うん、だから自家発調達っていうのもですね、自家発もほとんどこの頃燃料費が上がったんで動かしてなくて、うん、そんな簡単じゃないです。だから僕はキロワットのバランスがまず全部止まったら取れないと思いますね、うん、そうすると
多分東京だけじゃなくて、他の地域、まあ、特に原子力比率の高い関西電力とかね、九州とか四国かな、そのあたりは、まあ、電磁法の27条を発動しなきゃいけないぐらいな状況に追い込まれると。27条って何ですか、使用制限。使用制限、はい、そうじゃないと電力会社自分の責任になっちゃいますんでね、うん、それと値段の方はね、まあ、いろんな試算があるんですけど、うん、全部止まって火力で行って、うん、でまあ、安い順番だと石炭、石炭、LNG、石油って動かすんですけど、うん、あのエネルギー経済研究所が計算したところではね、うん、原子力全然動かないと多分3兆円ぐらいかかる、余計にかかる。で電力全体がね、あの15兆円なんですよ、年間売上、はい、で3兆円ですからね、5分の1、20% ぐらい上がるという、うん、だから先ほどの、まあ、来年の夏が一番厳しいということに関してですが、非常に厳しいという前提として想定されているのは、最大需要をですね、非常に高く見積もっているという面もあるかもしれませんね。それからもう一つは省エネルギーがどこまでできるか、うん、それから再生可能エネルギーをどこまで拡大できるか、うん、それから、まあ、代替となる火力発電もですね、稼働率自体はまだ余裕があるわけですから、そういう中で、まあ、できるだけ気候変動に対する影響の小さい LNG が増えるようなね、うん、そういう政策的誘導をするということで、あの状況は非常に厳しいと思うんですが、うん、政策として取るべきものはいくつかあるわけですね、うん、まあ、省エネを現在やっていることをさらに制度化してエンカレッジすることだとか、うん、で再生可能エネルギーを拡大する法律制度を導入するとか、うん、それから、まあ、LNG などをまあ活用できる仕組みを作っていくとか、うん、そういうことが必要だと思います、うん、安全性についてはまあこれから大いに議論が必要だと思います。なるほど、はい、あのただ今の話なんですけどね、あの政策としてやることはあるっていう話なんですが、これちょっとまたちょっと山田さんに聞かなきゃいけないんですが、つまり今の政府の動きはですね、例えばもう来年止まるっていうことを前提にして政策的にこういうふうなね状況ができるというふうに腹固めてるというふうにはちょっと思えませんよね。僕も全然そうは思いませんけど、思いませんよね。ただどうなっていくのかが分からないからみんな不安に思ってるわけですよ。止まると決まったらどうしなきゃいけないっていうことは考えたら、うん、答えは出るでしょう。やっぱり需要を下げて供給力をできるだけ確保するだけのこと、うん、今の3人の方に発言してもらったんですけども、この3人で一番ちょっと厳しいっていうか、来年の夏が最も厳しいって言ったのが山地さんで、最も楽観的に言ってたのが先週この番組に出ていた飛鳥さんで、そして真ん中の議論が松下さんだということなんですけどね。ただちょっとさっきも話が出てたんですが、確かにこう数字とか信頼できるものがなかなか情報が伝わらない中でですね、なかなかそれを分析するとは難しいんですが、ただ私もちょっといろんなシミュレーションをこう見てみたんですが、結構初めにこう結論があるシミュレーション多いんですね、うん、つまりはなかなか原発を再開したくないとか、うん、原発を再開する止めてしまうと大変だとか、うん、でただだからその中でこう強弱があったり規模の違いが、ただ共通してることもあってですね、大体共通してるのを見ると、少なくともでまず省エネ努力が徹底しそうだと、そうしないと電力危機は起こってしまうんじゃないかと、それから代替エネルギーとして火力発電は当面使うしかないので電力コストが上がると、それから地球温暖化の問題では CO2 の排出がやっぱり増えてしまうだろうと、まあ、暫定当面ですけどね、まあ、そういうことがあるという状況なんですが、藤野さんはどういうふうに今の話を聞いてご覧思いましたですか。はい、まずやはり一番厳しいことを想定したプランニングをすべきだと思いますね、うん、でそれも地域別にきちんと見ておく、やはり東北とか東京は厳しくなると思いますし、関西もやはり相当厳しくなると思います。それを大前提にしながら、省エネがより進んだらそれは楽になりますし、それの何段階か考えないといけないんじゃないかなと思います。はい、大和総研はこの前分析、かなり詳細な分析を発表してたんですが、はい、ここで結局結論はどういう問題だったんですか、電力危機という点では、厳しく評価するために需要は一定としてですね、うん、で供給側で悲観シナリオってやっぱ原発止まってしまうという前提なんですね。それで火力を目いっぱいやっていくと、うん、でそれで計算するとですね、やっぱりその不足がどうしてもそれで起きてしまうと、うん、で不足が起きるとですね、これは生産ができない、うん、生産しないと所得が増えませんし、うん、中身としては輸出ができないし消費ができないということが経済全体として起きるんですね、うん、ですから、不足といってもその
何かブラックアウトが起きるんじゃなくて、生産をシュリンクさせることによって需給が一致される、まあ、そういう形で、化石燃料分 CO2 はこう増えるわけですが、一方で経済もシュリンクする分で減るっていうようなこともあってですね、結論としてその非常にこう経済全体がまあ悪い状態になる。で当然電力料金というのは上がってきますから、あのこれによっても産業の影響が受けて、産業が影響を受けてですね、非常に難しいことになる。で一方でまあ楽観シナリオっていうのはその再生可能エネルギーなんかをこう入れていくんですけども、実はそれにも当然フィードインタリフみたいな形でコストはかかっていくわけですね。これこの形でも電力料金上がっていきますので、ただ経済にはそれは新しい需要としてこう効いていくと、まあそういう、こう楽観シナリオ悲観シナリオ それぞれまあこう評価をしてですね、まあどういうやり方がいいのかっていうことをもう少しきちんとあの数字で議論するべきだという、そういうペーパーですね、はい、あの楽観の時はとこの悲観の違いというのはその再生可能エネルギーを戦略的に前倒しでやってるっていうことの違い、楽観はまあそれをやっていくってことですが、何しろ原発をやっぱり全部止まってしまうっていうのは悲観ですね。で楽観っていうのは一応あの、はい、あの20年経った、あ40年経ったものは廃炉にしていくっていうことですが、それなりにいい、まだ続いてるわけですね、はい、少しは、はい、あのもちろん原発をそれなりに動かしていけるという、点検後の原発は動かすと。なるほど。じゃあ最終的にはどっちにしてもその原発はなくなっていくんですが、あのなくなっていくわけですね。2020年で20機ぐらいは動いてるっていうのが楽観シナリオですね。楽観シナリオで、はい、ただその時にもう来年みたいに一気に止まってしまうみたいな状況は悲観なわけです、ね、そうですそうです。するとかなりこう厳しい時代がずっと続いていくっていう、今ですね、例えば2012年の成長率って 3% ぐらいに上振れするだろうっていう見通しが世の中に多いんですが、それはやっぱりこの電力不足問題がもし顕在化してしまうと、ちょっとそういう見通しっていうのは楽観的すぎるなと思っています。と今そのまさにそういうふうな悲観的にならないのは、そのじゃあ原発をあのですか、全面的に止めるのをとあの止まっちゃうのは回避した方がいいっていうことになっちゃうんですかね。いや、そのもちろん安全性の確保みたいなことを徹底的にやるっていうこととか、ストレステストをきちんとやるっていうことは当たり前なんですけど、ね、その問題が今度安全性のない限りは絶対再開できませんよね。ここあたりの回をこうどういうふうに構成すればいいんですか。藤野さん、なんか最後に一つ言っといてください。はい、なんでストレステストなのかとかですね、そうなんですよ、そこら辺 そのやっぱり原子力のプロが今こそ自信を持ってですね、どれぐらいのリスクがあるかをきちんと国民に伝えながら、そうやってその枠を外していく、その、あの運転もしできるものはやはり使えるものですから、使っていく方向も考えていく、幅広い中で選べばいいと思うんですけど、今は幅がなくなりすぎちゃってて、または二元論になっちゃってるんで選べなかったり、それは我々を不幸にしてしまうんじゃないかなと思います。確かに今言ってる話はあの僕もそう思いまして、なんでストレステストなんですかねと。やっぱり今のそれぞれ その原発においてその安全性をチェックするためのそれぞれの課題があると思うんですね、はい、それはあの福島原発だって耐震性の問題であの揺れに対してどうだったのかとか、はい、現実的にはまだ全然何もデータが出てきてない状況ですよね、はい、津波だけの問題で、だからやっぱり本当に国民が安心するというのはそういう原因に基づいたチェックをしていって、それが大丈夫だと当面は、でその上であの、まあ、あのみんなが納得するかどうか、ただそれにしてもですね、本当に今後とも新規を作るかどうかってまた別の問題ですよね、だそこをまた議論しなきゃいけないということで、国民がきちっと議論するためにはまだまだちょっといっぱい材料不足な状況なわけですね、でそれが今の状況を招いているという話でした。でこの話はちょっと今続けなきゃいけないので、あのちょっと次回ですね、この話をちょっとあの継続しながらですね、最終的にその原発っていう問題とその電力安定供給っていうものが本当に可能なのか、まあ、そこに地球温暖化の問題もあるんですが、ということについて議論を進めていきたいと思います。今日はあの国立環境研究所主任研究員の藤野純一さんと大和総研主任首席研究員の鈴木仁さんにスタジオに来ていただきました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。